ロース焼肉もこの値段で間違いなく買えないレベルの使用肉入ってるんですけど、でこういうふうに銘柄も書いてあって、こういうお肉もこのランクのこういうお肉が出てきます。ステーキですね。はい、これすごいですね。刺しがいきます。今いきます。そうですね、まだまだ皆さんには知られてないんですけど、まあこれから一人が勝ってみんな口コミで広がっていってもらって、美味しい肉を食べてもらえたらと思ってうちはやらせてもらってるんで、はい、よろしくお願いします。この日なせのこの漁業協同組合のこのポプラの建物の隣に肉の自販機ですかね。はい、そうなんですよ。もう普段では買えへん値段のレベルで入れさせてもらってるんです。もともとはそのお肉のそのあ、そうなんですよ。全国の旅館さんとかにおろさせてもらってるんです。こちらの日なせの方にも、あ、そうなんですよ。はい、お菓子もいただいてとね、肉の種類が、はい、まあ本当にロース焼肉と、はい、あとなんかガチャってのがあるんですよ、ね、これロース焼肉もこの値段で間違いなく買えないレベルの使用肉入ってるんですけど、まあなんていうんですか、その人間の心理を揺さぶるようなこのガチャっていうのは、これがもう僕はおすすめであって、いいね、このガチャっていうのは何種類か、はい、その、はい、まあ、ロース以外 の商品もあるっていう。あ、もういろんな種類がある、例えばこの1000円のガチャでしたら、まあまあこういうステーキ肉とかスライス肉とか焼肉のカットしたやつもあるし、2000円のガチャでしたら言うたら神戸ビーフとか和牛焼肉とかも予算入ってるんで、あ、ここを押していただいて、で自分の欲しい商品あるじゃないですか。例えば1500円でしたら1234なんで1500円、1番2番3番4番のが1500円なんですけど、それが欲しかったらまずここで1番押します。でここで現金を入れていただいて、でこのもう簡単なんですけども、買うボタン、はい、で押すとここ下からこういうふうに落ちていきます。でこういうふうに銘柄も書いてあって、こういうお肉も熱い感じですね。そうですね、はい、売ってるようなお肉では全然ないです、ね。これは一緒なんですけど、はい、欲しい番号、まあ、5番、6番、どちらでも結構なんで押していただいて、簡単ですね。簡単です、簡単です、すごい。でお金入れていただいて、もう買うボタンを押す。え、今押したのが1000円ガチャですか。はい、ガチャ1000円ガチャです。で1000円ガチャの場合でしたら、こっちのランクのこういうお肉が出てきます。今回は焼肉が当たりました、はい、でボタンを押す、はい、でしたらこういうステーキですね、はい、まず2000円ではまあ食べれないレベルだと思います。そんな感じですね、はい、今回はステーキですね、当たったのは、はい、あ、これは素晴らしいですすみません、大丈夫ですか。はい、これが通常の1500円の 焼肉用のお肉ですね。すごい、これが1000円ガチャで出てくるステーキ肉です。はい、こちらが2000円ガチャのステーキです。こちらも2000円ガチャのステーキで、
ちらはなんと高原ビーフ。うまっ。わあ、引っ張るんですね。あ、本当だ、めっちゃ密着してますね。どうです、引っ張り具合。もうすごい。めちゃくちゃ密着してる。開けるのも簡単ですね。そうですね。ちょっとコツをつかめばみたいな。いいですね、この夏の日に七輪出すっていう。ではこちらを置いていきます。ボン。おー、もう一枚置いていきますね。絵的にもう一枚いきます。はい、もうやば、早い。やっぱ肉は柔らかいんで、火の周りもね。でもそんなにめちゃめちゃ焦げてるってわけじゃなくて、うん、中まで浸透してるような感じですね。おー、めっちゃうまそう。焼き肉1500円の普通の感じですね、はい、いただきます。めちゃくちゃ。それではいただきます。うん、塩コショウとか本当あんまりつけなくても肉の味がしっかりしてて、うん、塩コショウ弱めでも全然美味しいですね。こちらももうすでにカットされてて、すごい、これはマークがついててすごい高級そうですね。じゃあこちらもいただいていきますか。4枚かな。これすごいですね、サシが。またいきます。今いきます。ちょっと事前に用意しとくんです。もうひっくり返してよ、こそ。では参ります。いきます。うわっ、一番いいんじゃないか。もう、なんか持った瞬間からプルプルというか。これ一口怖いな、けどいただきますね。柔らかすぎて歯切れが。立っていきます。いきます。止まります。めちゃくちゃもう焼けるの早かったですね。はい、いただきます。今回ご飯もご用意してきましたんで、いただきます。うん、あ、ほんまに美味しい。最後のステーキをいただきたいと思います。これもまた綺麗で、もう一回ひっくり返していった。うん、ひっくり返します。あ、すごい、いいか。ワイルド。
ってもらったら分かるんですけど、油の乗りがすごくて、この油が全然しつこくなくてスッと入ってきて、肉の旨味もしっかりして、いや、これは美味しいですよ。楽しいですね。そうですかね。あ、すごい香りおる。いや、久しぶりですね。おい、危ない。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。